おはようございます。釣り子 TV です。夏の釣り開幕ということで、バックスライドの菊シーズンがやってまいりました。そこでですね、1個ルアー買ってきましたよ。これバークレーのパワーグライダー、これがですね、いよいよ釣り具屋さん店頭に並んでいたので1パック仕入れてきましたよ。価格は882円ということで、あとは、まあ、バークレーのなんで、これ大体どのワンも一緒なんですけどね、バークレー研究所におけるバイト時間の比較実験結果っていうことで、こう匂いなしワーム1秒、他者匂い付きワーム3秒、パワーベイト18秒、こういうですね、ちょっとアメリカっぽいですね、こういう分かりやすい比較が書いてあって、こんな感じ。で、あとは推奨フックは、50番が、ぴったりだよということで、こんなことが書いてある。じゃあ早速開けていきたいと思います。まずバークレーといえば、そのじゃあ匂い、なんか馴染みのあるバークレーの例の匂いですね。でもそんなギトギトとかはしてないんで、いい感じなんじゃないでしょうか。はい、こんな感じ。パワーグライダーってことで、どうでしょうか。ぽってりで、手に持った感じすごいずっしりときますね。平たい面で横、これが裏になるんですね。こんな感じで、手が結構ボリュームのある手が2本と、あと触手が2本で、真ん中にピヨッとこんな感じのやつが1本ついていて、で、まあ、バックスライド系っていうことなんで、こっち側にアイが来て、フックポイントがこっち側に行って、でスーッと、まあ、糸をタルーンとさせるとスーッとバックにスライドしていく、こういう使い方のワームになるかと思うんですけどね。ここが結構そのフックが差し込みやすいようにちょっとだけ平たい面があって、ここにあのスクリューフックネジネジ入れたり、あとはアイを入れたりっていうことですね。で、すごいもちもちしてます。で、この袋の方にはですね、なんだろう、説明書きとか書いてないんですけど、結構ホームページとか、あと動画でものすごいこれの実況動画とかいいやつ上がってるんで、ぜひネットの方で調べるといろいろあるんですけどね。開発者の木村健太さんのコメント、扱いやすくガンガン攻めれるバックスライドを作りました。ボディにはしっかりウェイトを、担がせながらも、フォール時にはしっかり水をグリップしてくれる扁平形状ってことですね。カバー貫通性、スライド力を上げるために余分な触手をつけていませんが、爪を縦にデザインしたのはアクションの後、カバー回避後にキックバックさせてスライドを自発的に生み出すことで、カバー付近をより丁寧に攻めるためのものです。遠投性能、操作性の高いウェイト感を維持しながらも、多少のカバースタックではちぎれない張り持ちの良さを維持するために採用された特殊な形状のコアショットとノンソルトアウトシェルのバランスはパワーグライダーの完成には不可欠でした。今まで躊躇したようなヘビーカバーの奥にガンガン放り込んでほしいバックスライド系です、ということで、いろいろ説明とか、あとは秘密がホームページの方にはいっぱい書いてあるんで、こっちを見ると、でカラー展開なんかも綺麗な、いろいろありますけどね。で、そのコアショットですよね。この中に塩入りのですね、こう重い内臓が入っていて、表面は塩入れるとちょっと脆くなっちゃうので、ノンソルトの素材で周りを覆っている、コアショット製法っていうことなんですけどね。それによってこの一番壊れやすいフックを最初抜き刺すところ、アイアイの来るところとか、あとはこの手がちぎれづらいよ、こういうことみたいなんですよね。ちょっと分解してみましょうかね。1個これまあライターでくっつければまた直せるんじゃないかなということで、1個ですね、G
実験で割ってみますかね、そのコアショットがどんな感じで入っているのでしょうかということで、カッターナイフを持ってきましたよ。で、他の、 木村健太さんの動画ではこう輪切りにしていってどういう感じで入ってるのか試してたんで、釣り子 TV では縦に割ってみようかと思います。こんな感じで縦に割ったらどうなっているかっていうことで、はい、割れましたよ。こんな感じ。どっちが見やすいかな。結構、あ、わかりますかね。塩がもう粒々が見えるぐらい、こんな感じなんですよね。お尻の方に行くにつれてこう涙型にこう広がっていって、もうお尻の方は塩満載っていう感じで、この色合いの違いでなんとなく見えますかね。で、ちぎれやすい頭の方はだいぶ少なくなって、最終的にこのフックを抜き差しするところはもうほぼ塩が入っていないっていうことで、こんな感じですね。で、だいぶやっぱ重いですね。あ、まあ半分に切ったらどうですかね。これ半分で1個のものとして使えないかな。そしたら、5本入りなんで10本入り。まあまあまあ、そんなのいいかどうでもいいですけどね。まあちょっと今ですね、1個割ってみたんですけども、こんな感じ。で、だいぶ、やっぱりこう、もう粒々塩が見てわかるぐらい、コアショットの方はですね、これでもかっていうぐらい塩が入ってる感じですね。こんな感じでパワーグライダーですね、これをパッカーンと開けるとこういう風になっている。こっちの貼り付ける側は塩がなくて、先端の方に行くにつれて塩がギュッと詰まっている。この構造によって頭のところがちぎれづらいよっていう、こういうことになってるんですよね。あとはこれが直せるのかどうか無事に直せるのかっていうのは、ちょっとどうですかね。今ちょっとじゃあやってみますかね。じゃあちょっともったいないんで、パワーグライダーを割ったんですけど、今度は戻していきたいと思いますよ。どうしようか、片側ちょっと炙って、炙りでいってみますかね。ピタッ、どうでしょうか。フランケンシュタインみたいになりましたけどね。はい、パワーグライダー、はい、復活しました。まあちょっとこいつはね脆いから、まあどうしようかなっていう感じですけど、なんとかですね。はい、真ん中がちょっと空いてるな。こういう時はですね、このカッターナイフとか使うといいです。カッターナイフに熱してですね、チンチンに熱して、この切れ目に入れて溶かしてギュッとやる。
てギュッとやる。ね。こうすると結構くっつきますんでね、これ。なんかちょっとした切れ目を直すときはおすすめですよ。こう薄いやつでこう両方を一気にですね、厚くして、それによってこういう隙間ですよね、こういう隙間を一瞬これで溶かして、でギューッとやると、ふん、切れてない、間がくっついてますよ。まあこういう感じでちょっと一個ボロくなったんですけど、ちょっとずつ手術して、もったいないんでパワーグライダーを復活、ジューギュッとギュッと、はい、穴が埋まりました。まあちょっと一回ね半分に割ってるから、まあところどころあれなんですけど、まあここにフックポイントでも隠して、出やすい仕様にしたよって割り切って、まあこいつは使おうかと思います。はい、というわけでですね、パワーグライダーなんですけど、あと重さ、単体の重さは買っときますかね。パワーグライダー、ちょっとこれ新しいのでいきますかね。こいつは何グラムでしょうか。はい、おー、ワーム単体で 17.4g ありますね。まあ、これに5番、これちょっと水晶の流儀のやつじゃないですか、ツイストフックの50番なんかどうかなと思って、これまあ普段使ってるこれを足すと、針を足すと 19.2g、 およそもう 20g ぐらいのボリュームがあるんで、結構カバーとかにズドンと突き刺せるんじゃないかななんていう風に思います。でこれがまあ 19g で、あとはこっちですね、ライバルとしてボムスライド、これはちょっと、ワンテンポ前に発売したんで、こんな感じでもうそっくりでライバルになるんじゃないかな。ここら辺の使い分けなんかもしていきたいなと思って、ボムスライドが単体で 12.7g で、こっちパワーグライダー 17.6g って、だいぶ結構重さにも差がありますね。シルエットとかだいたいボリュームは似てるんですけども、よりズドーンと突き刺しやすいのかな、こっちはヒラヒラヒラーっと入れやすいのかなっていうことで、まああとは素材の違いとか若干のボリューム感の違い、まあでも爪の数なんか全く一緒ですからね、もう本当ライバルじゃないかなって思うんですけどね。ここら辺を今年の夏のバックスライドの、2大、巨頭としてですね、これ入れてみたりこれ入れてみたり、いろんな状態で試して、そこら辺の、比較動画なんかも作っていこうかなっていう風に思いまして、こっちのパワーグライダーの買ってきてみました。でまあ中身も開けてみました。ということで、本日はですね、取り留めもなく長くなっちゃいましたけど、こちら、木村健太さんプロデュースのバックスライド系ワームですね、パワーグライダーバークレン、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。